はい、林道の終点に着きました。はい、やっと山道らしくなってきました。こちらが大滝山へ行く道ですか。でここに大滝という、目印が出てますが、こっち行くとじゃあきっと滝があるんですね。おそらく行ってみましょう。ここがありました。お、よいしょ、滝です。大滝、おお、気持ちいい。滝壺から冷たい風が吹いてきます。なかなか立派な滝です。はい、ここが先ほど見た大滝の、滝口ですね。ここから滝が落ちているところです。よし、ああ、渓流沿いの道は楽しいね。道はこちらですね。どうやらこの辺りから谷川を離れて、どんどん高度を増していくのかな。行ってみましょう。ところが意外に山道は、渓谷、谷川から離れていこうとしませんね。だいぶ道がなだらかになって歩きやすくなってきてます。ああ、ここがマズカリ尾根ですね。ああ、よし、じゃあ今日は今度ここで休みましょう。今あと 1.7 キロです。大竹さんまで。休憩です。11時5分になりました。10分間休憩したので、ではこれからこの尾根沿いの道を登っていくことにしましょう。ここは景色も開けてるし、ベンチもあって、休憩するにはいいね。ちょっと休んでいくか。快適な尾根歩きですね。ここ行くとそろそろ大竹山荘が見えてくる頃なんですが、なかなかまだまだですかね。すごいですね、この道は。結構右が落ちてます、切り落ちてますしね。怖いですね、これね。なんか変なキノコがいっぱい生えてますね。なんでしょうね。よいしょ、あ、大竹山荘が、大竹山荘の、屋根が見えてきましたね。ここですね。そうするとここからあと15分ぐらい頑張って登ると大竹山の山頂ですね。じゃあ頑張りますか。11時58分。
山頂に着きました。